皆さんこんにちは、バンダルギルビッシュです。では今回はギレンの野望ジョンの警部ジョン軍編第2部続きをプレイしていきたいと思います。前回ジャブロを攻略することができましたので、今回はその続きになります。ジャブロ周辺、南米周辺を制圧したらですね、メキシコ経由でさらに北米大陸へ進出考えています。では早速時間を進めていきましょう。本当にね、年末に入ってきましたけど、僕は一応今日が会社での仕事納めということになってます。なので、まあ、30日明日から1月の4日までが一応休みになってますね。だから今年は6連休ですかね。年末年始の休暇として6連休だとちょっと物足りないかなという気もしますけど、今年はほとんど会社に行かず在宅ワーク、テレワークだったので、なんかね、その連休のありがたみみたいなものは多少薄れましたね。ゲームの実況動画の収録も、奥さんがね、仕事に出てった8時から9時までと、お昼休みと、あと、就業後を、まあ、それぞれ時間が取れるようになったので、テレワークになって通勤時間がなくなった分、プライベートにね、時間が使えるようになったのは本当に良くなったかなと思います。では、周辺、ジャブロ周辺の攻略戦進めていきましょう。もうティターンズ、ネオジオンともに、場合によってはあまり相手にしたくないような、まあ、パーフェクトジオングとか、ガルバルディ・ベーターとか、まあそういったユニットがね、もう入っては来ているので、要注意ではありますね。ハマーンには G3 ガンダムにとりあえず乗ってもらってます。この後、できれば、ガルバルディ・ベーターとかね、より高性能な機体に乗ってもらいたいなとは思うんですが、ガルバルディベーターがとにかく金食い虫、資源食いなので、まあおいそれと量産がそもそもできないという事情もあるので、 G3 ガンダムを有効活用していきたいと思います。なんか年明けナラティブを地上波で放送するっていうニュースを何日か前に見ましたけど、ちょっと楽しみですね、それはそれで。ナラティブ自体は、Amazon プライムで、レンタルして、見たので、まあ、初見ではないんですけど、地上波で見れるっていうのはね、ちょっと楽しみではありますよね。あと、本当にごく最近のことなんですけど、家の、リビングにある、テレビに、使ってなかったちょっと古いMac mini があったので、その Mac mini をつないで大画面で Amazon とか YouTube とか、それこそディズニープラスとかね、 Netflix とかそういうものが見れる環境を整えたんですけど、やっぱり大きい画面で見ると迫力がね、相当ありますね。これは僕もちょっと驚きましたけど、思った以上に迫力がすごくて、といっても大した大きさではなくて55インチのものなんですけど、それでもね、やっぱり自分のデスクの上だと27インチの iMac を使ってるんで、その iMac の27インチに比べると55インチのテレビは迫力がありますね。あんまりテレビは見ないんですけど、ワイルドライフとかはね、結構見てたりするんで、ワイルドライフで迫力があるなっていうのはね、知ってたんですけど、やっぱり全然違いました。大きい画面で YouTube 見たりすると。では、このまま南米大陸で問題ないとは思います。まあ、パーフェクトジョングだけ気をつけて、前に進んでいこうというふうに思います。ギレン閣下。ガトーが敵地に潜入し、核武装を施したガンダムのダッシュに成功しました。GP-02 のダッシュにガトーが成功したというイベントですね。アクシズから部下が到着しました。さらにアクシズから部下か。優秀な者たちです。これはグレミーとかラカンダカランとかがまだ入ってきてなかったので、まあ、彼らが参加してくれたと思っていいのかな。確認しましょうか、せっかくなので。そうですね、ラカンダカラン、
格闘14は使えるな。あとはグレミー、まだランク D ですけど、ニュータイプに覚醒してくれれば使えるかな。まあ、彼らもうまく使っていきましょう。恐れていたパーフェクトジオングにキャスバルが乗ってました。これはちょっといただけないな。どうしようかな。ガルバルディアルファに3連星が乗ってるので、この3連星で倒しに行くっていうのがまあ一番いいのかなっていう気もするんですけどね。ただ3連星で攻め込んでガルバルディが撃破されるというのは避けたいので、一旦ここはドム隊をおとりに使いましょうか。ガルバルディアルファを攻撃されないように一旦温存しましょう。なのでもうミノフスキー粒子はこれでもかというほどに散布をしておきます。ガルバルディは絶対に撃破されたくない、貴重なユニットになっているので、ちょっとね慎重な上にも慎重にキャスバルのパーフェクトジオングに当たっていきましょう。まあ、ここ普通に考えたら、あのドームの方に荒野の陣雷の戦いを見せてやる反撃をしてくるので、撃破されるのはドームで済むと思います。まあ、ドームはもうこの時点ではね、まあ、正直言って使い捨てに近いユニットにはなってますので、ドームを使い捨てにしてパーフェクトジオング、キャスバルのパーフェクトジオングを仕留めようという作戦ですね。パーフェクトジオングって格闘は何なんだろう。ビームサーベルではなさそうですけどね。パーフェクトジオングは格闘なしですね。なのでドームを1個失いましたが、まあ、この損害だったら正直御の字ですね。パーフェクトジオングのキャスバル相手にで回復されないようにちゃんと土台に乗ったザクが敵の補給ラインを防いではいるので、このままそこをしっかり防ぎ切ってもらって次の反撃のターンにパーフェクトジオングを仕留めましょう。まあ、目論見通りにはなってるので、このままデラーズもまだ乗ってますからね。 G3 にそしてハマーンも入って、ハマーン、デラーズ、ビッシュ、そして3年生でパーフェクトジオングを仕留めましょう。よし、私の息の香り、私の肌の香りをこのバラに与えた。その私のために戦う。ダブルゼータもなんかちょっとこの辺のね演出が微妙というか、なんかちょっと変な方向に行っちゃったのかなっていう感じはするんですけどね。中盤後半ぐらいになってくるとね、まあ軌道修正したのか明らかに、まあストーリーの中身がね変わっていったとは思うんですけどね。戦うことなどなかったのか。やめよ。私はただ世界を誤った方向に持ってきたくないだけだ。ハマンの会話ですね。ビッシュのドムがやられたか。さすがに最前衛にいるとパーフェクトジョームの火力の前にやられますね。まあ、ただ G3 ガンダム、ガルバルディも守られたので OK ですね。でジオングは撃破した後ジオングヘッドになりますので、そのジオングヘッドを撃破してここの制圧完了します。シャア、話し合いの余地がないとするならばここがお前の死に場所になるわ。カマン、お前が手を下さなくともニュータイプの覚醒で人類は変わる。その時を待つんだ。こんなところで朽ち果てる己の身を呪うがよい。これでキャスバルのジオング完全に撃破になります。また一つ勢力を広げることができました。
敵エリアに進入しました。では続いてメキシコへの道を切り開いていきましょう。ここは敵の数は、まあ、多くはないですね。4ユニット。ただこれガルバルディベータかアルファかどっちだろう。ガルバルディ系がいるように見えますね。ガルバルディも強いからな。こっちは G3 とあとはオルテガ、マッシュ、そしてガイアの、まあ、ガルバルディアルファ隊ですね。機影を見る感じ敵はガルバルディベータのように見えるんで、ガルバルディベータが少なくても3、下手したら全部ガルバルディベータの可能性がありますね。このガルバルディベータをどう対処するかっていうのが一つ大きな疑問になるかなと思います。 G3 ガンダムとガルバルディは、まあ、ベータではないアルファですが、失いたくはないので、ちょっと時間をかけてでもしっかり攻略していきましょうか。確実に周りを抑え込んで敵に回復されない状態を作ってからまるっと攻撃を仕掛けていきましょう。ギレン閣下、ガトーが新型ガンダムと共に ダッシュしましたね。この機体の核武装は凄まじい威力を秘めています。しかし核は南極条約の禁止事項の一つ。これで宇宙でも反抗作戦をソロモンから開始してもいいかもしれないですね。慎重に扱わねばなりません。早速ソロモンの状況を確認したいと思います。新兵器の開発が終了したと報告がありました。新兵器完成したものはおそらくビグザムになるんじゃないかなと思います。そうですね、ビグザムですね。ビグザムもザビ家のね、お歴々の方たちには一応に乗ってもらいたいなと思うので、まずはね最前線、ソロモンにビグザムを移動させましょう。あ、サイサリスもありますね。ガトーが乗ってます。アトミックバズーカー以外だとサーベルしか持ってないんですよね。まあただそれでも十分に強いと思うので、ガトーも最前線ソロモンの地へと向かってもらいましょう。やっぱり全部ガルバルディベーターでした。ガルバルディ本当に強いですね。残念ながら G3 ガンダムが撃破されてしまうというね、まあ、大惨事になってしまったので、ここはなんとか巻き返しをガルバルディアルファですけどね、やってもらいたいなと思います。なんとか3連戦にガルバルディベータ3機3スタックを撃破してもらいたいという局面ですが、状況どうでしょう。まずドムを犠牲にしてダメージをある程度削っていきたいけど削れないな。全然削れなかった。もうちょっと削れるかなと思ったんですけどね。3年生が撃破されるとちょっと辛いよな。残った、ガイアが残ってくれた。もうこれで一旦回復に入りましょうか。ガルバルディまだ元気いっぱいだもんな。まずガイアはもう危険なので離脱。他マッシュとオルテガはまだ戦えるな。そしたらガルシア、ミーシャでシュタイナーで攻撃を仕掛けましょう。このまま行くとただ撃破されてしまう可能性が極めて高いので、ここは土台柵に犠牲になってもらいましょう。ただこれそうか、ちょっと微妙だな。土台柵に攻撃してきてくれるのかっていうのがちょっと心配ですね。ガルバルディの方に来られると、3連生の方に来られると撃破されるリスクがあるけど、土台柵に行ってくれた。これでガルバルディベータを何機かは撃破できるでしょう。
バルバルディ、アルファとベータだとスペックちょっと確認してないですけど、すごく差がありそうですね。はっきり言ってベータの方が圧倒的に強い。ガルバルディ、アルファとガルバルディ、ベータですけど、スペック的には 30% ぐらい上がってるイメージになってましたね。まあ、なので、まあ、やっぱり強いです。ガルバルディ、ベータは、まあ、コストも資源もかかるんですけど、まあ、量産するに当たる、まあ、そういうスペックの機体になってるので、無理してでもね、ガルバルディ、ベータは一定数は作って、まあ、キャラクターを乗せて、最前線で戦ってもらうっていうのが良さそうですね。なんとかガルバルディ、ベータ、サンキスタック、G3 ガンダム、まあ、2機を失いましたが、撃破できましたね。敵部隊の殲滅に成功しました。この後、リターンズがどれぐらいベータを生産してるかによって、宇宙での攻略難易度がすごく変わってきそうですね。では、いよいよ北米大陸進攻戦。開始していきたいと思います。まずメキシコに部隊を送っていきます。まあ、今戦ってもらったガルバルディアルファの3連星の部隊になりますけども、まあ、彼らにしっかり働いてもらいつつ増援もこの後送る予定です。メキシコには3連星を。続いてカムチャッカからはですね、ノリスの部隊に入ってもらいます。ここもガルバルディのベータを一部配備してあります。そして大西洋からは一挙にワシントンに、ここもね、ニムバスにベータに乗ってもらって、あとはラカンダカランとかグレミートトにもガルバルディアルファに乗ってもらってます。なので3拠点からね、一気に攻撃を仕掛けていくという作戦になります。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、今ご説明した作戦を実行に移していきたいというふうに思います。